津田大介が登壇予定のシンポジウムを中止。神戸新聞によりますと、現在、愛知トリエンナーレ2019にて問題を起こし、批判が殺到している津田大介さんを招き、神戸の外閣団体が8月18日に開催予定であったシンポジウムについて、主催者が中止すると発表したことが明らかになりました。 このシンポジウムは、9月から11月に神戸にて開催される現代美術の祭典、アートプロジェクト神戸2019トランスの関連行事だとされておりますが、この津田さんの講演について、自民党の上畑則弘さんがツイッターで断固反対と表明。 この採点の実行委員会の事務局を務める神戸市の神戸市民文化振興財団に対して面会を求め見直しを直接要請しておりましたこの津田大介さんなんですが愛知トリエンナーでの表現の不重点について津田さんが革新犯で問題を起こしたことが明らかになっております 昭和天皇のお写真を焼く展示があることも政治的な展示であることも理解されておりました。さらに脅迫まがいのことまでしていると自ら発言してしまっており、このような中で津田さんが何を語っても反発を招くだけではないんでしょうか。津田さんには今後二度とこのような事件を起こさないように 注意をしていただき、そもそもですね、表現の不自由点は、芸術と呼べるようなものではなかったという根本的な問題がございますので、これ以上、ご自身の主義主張を芸術の分野に持ち込んで、芸術そのものを破壊するようなことにならないように、 注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。